昼夜は夢を見ていた。自分では夢を見ていると思い寝返りを打とうとしたその時ヤグの中へ誰か入ってきて彼に抱きついた水が飲みたかった水を飲んだろうか胸のつぶれそうなあの苦しさは治ったのかいやまだ治らない胸は苦しいし 手足は重くて動かない。まるで体全体を縛られているようだ。夢とも現実とも判別しがたい意識の中で、純也は自分を背中から抱きしめている柔らかな肉体の温かみとかなり強い香料の匂いを感じた。ねえ、と耳へ口を寄せて、 女がささやいた。